箱館市交通局710系電車は1959年に登場した箱館市交通局の路面電車車両である。8000型と同じく箱館市電の主力車両であったが2010年からは廃車や車体更新が進んでいる。1959年に登場し1961年まで24両が製造された。二千二十年現在六両が 営業運転についている。車体設計は700型を元にしているが、東京都電8000系の影響も受けている。前扉は2枚引き戸、中扉は片開きの二扉車で、側窓は上窓エッジゴム固定、下窓上昇式の、いわゆるバス窓である。前面及び側面の窓上に方向膜を備えるが、711から 714? の初期に製造された車両には、側面の窓状の方向膜は、装備されていなかった。また、側面の窓状の方向膜は現在使用されておらず、行き先表示板による案内が行われている。方向膜窓のガラス部分は、極小と車板を表記した板に置き換えている。また、方向膜窓自体を鉄板で溶接し閉塞している、車両もある。登場時の標準塗色は、 上半部アイボリー、下半部アイスランドグリーンであった。本形式と同様の車体は、800型や706型でも採用された。制御方式は、関節自動制御で、立甲3ノッチ、ブレーキ3ノッチが刻まれる。当時の函館市電では直接制御が主流であったため、この制御方式は、話題となった。台車は、住友金属工業の FS77A。 720号車719号車14両前車が新潟鉄工所で製造された。前車1968年にワンマン化改造を実施した。前車1970年10月に灯油燃焼式の暖房を取り付けた。2001年より前車、前扉ステップの3段化中扉ステップに補助ステップの設置が行われ、2004年までに前車が完了した。 車体更新された711号車廃車後に、車体から分離された711号車の代車多数の余剰人民を抱えていた国鉄五両各車両所側からの働きかけもあり、1985年7月に711の車体を500系501と同様の大型全面方向膜を有し、全面一枚窓の軽快電車風の角張ったスタイルの車体へ乗せ替える。 車体更新が行われた。MGCP を交換したほか、暖房機を灯油燃焼式からヒーター式のものに交換した以外は、台車及び制御機器類は711の部品がほぼそのまま用いられており、車席や車盤も711のまま引き継がれている。この711は2010年3月で定期運用を離脱、廃車解体となった。また、 2019年11月から715が定期運用を離脱し、7000系7001に車体更新された。超低床車に車両以外の車両と基本的には共通運用である。2013年6月29日は、函館の路面電車が開通してから100年の節目で、あることから、723号は、ハイ4号、39号、530号、 9602号と共に100年間の電車代更新と題して5両が一列になって全線を練り歩くというイベントに参加した。なお翌日の始発前にも同様の方法でモーニング電車代更新が行われた。さらに723号と530号は臨百系統として函館ドック前から谷地東間を直行するイレギュラーな運行も行われた。 箱館市電の多くの車両には各種企業などの全面広告が施されている。以下に710型に現在施されている広告主を示す。2019年10月からは箱館市電で全面ラッピング広告が施される唯一の形式となっている。なお、724号は1975年箱館市電の車両で最初に広告電車化された車両であった。 事業規模の縮小により廃車になった車両のほか、2010年からは車両の老朽化、及び保守部品の入手が困難になったことから廃車が進んでいる。2017年度から2024年度までの間に、老朽化した710系5両の車体更新、及び710系3両の調停床車,車両による置き換えが予定されている。車両のご紹介。函館市。 2020年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月10日閲覧。ABCD ハットリ都市交通新世紀11函館市交通局。鉄道ファン 44P132ABC。自然発の広告電車724号車がさよなら、運行ファン別れをしむ。函館新聞電子版。函館新聞電子版。 2018年11月18日閲覧。ABC 函館式業局交通部、江戸、函館の路面電車100年。北海道新聞社、P100 線軽電車と711号車が引退します。アーカイブド2010年3月30日。 アットザウェーバックマシーン。abhttps コロンスラッシュスラッシュ iasimai.exblog.jp スラッシュ15204180スラッシュ ab7001 号車。試運転開始函館市電13年ぶり新形式。函館新聞電子版。函館新聞電子版。2020年2月15日閲覧。 北海道新聞2015年12月29日、千歳町電停付近で市電が脱線函館新聞2015年12月30日、函館市電の顔が、勢揃い、100周年記念イベントレポートあなたの、テーマでディープな函館。函館市公式観光情報サイトはコブラ。 h t t p s w w w h a k o b u r a j p d e e p 2 0 1 3 0 7 1 0 8 h t m l 2 0 1 8年11月18日閲覧車両のご紹介箱立市。www.city.hakodate.hokkaido.jp2019 年1月20日閲覧。 カラー電車広告説明資料。函館式業局交通部。ピアニッシモ2から 3?2020 年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月10日閲覧。函館 CLRT 整備計画。函館市 P6。2020年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月10日閲覧。 http://www.ehako.com <ins ert> スラッシュニューススラッシュ news2015a new スラッシュ8682インデックス msg shtml ハット市電722号解体1点保存武田運輸が購入2015年3月21日函館新聞社函館地域ニュース e 函館 e 函館 2018年11月18日閲覧。ありがとうございます。